ブレバンカ・ランヌッティクーネオ2012クーネオのウルトラスピエモンテバレーはイタリアクーネオを本拠地としていた男子バレーボールクラブチーム通称はクーネオスポンサー名込みの総称及び通称1958年クーネオバレーボールクラブとして創設し1960年にイタリアバレーボール連盟へ登録1986年にセリエ C1 から B 1988年に B から A2 へそれぞれ昇格。翌1989年に A2 で優勝し、セリエ A1 へ昇格した。2001年にピエモンテパレーへ解消した。A1 ではこれまでに4度レギュラーシーズン1位となったが、プレーオフファイナル進出を果たした1996年、1998年は、共にトレビーゾに敗れて、準優勝に終わり、 セミファイナルで敗退した2001年はアシステルミラノ2007年はピアチェンツァにそれぞれ敗れた2010年セブカップスーペルコッパイタリアーナで優勝レギュラーシーズンを2位で終え3度目のプレーオフファイナル進出同年コッパイタリアファイナルで敗れたトレントを3-1で下しリーグ初優勝を飾った2013年欧州チャンピオンズリーグでファイナル初 進出、ロシアのロコモティフのボシビルスクに敗退し、準優勝で終えた。2014年、2003年から、クラブの代表を務めていたランヌッティが5月2日に、辞任。6月18日の期限までに、A1 の登録をせず、次シーズンのセリエ A 参加を見送った。翌6月19日の公式サイト上で、パートナー、スポンサー、サポーターに向けて、 感謝のメッセージが公開された。ありがとうございます。